サルゲッチュミリオンモンキーズ続きやっていきましょう。バーチャルスペース01ってことはこれいくつか続くと思うんだよね。はい、罠にはまってしまった可能性。はい、脱出ルートを探せと OK。 行きましょう。なんだかおかしいよ。ここはどこ？ん？私たち戦艦の中にいたのよね。うん、ここはバーチャルスペースじゃな。わしらは罠にはまってしまったのかもしれん。博士毎回冷静だよね。脱出せんと非常にまずいぞ。ここはあやつの手のひらの上なんじゃ。ああこんな敵いたっけ。でもね、あの前回行ったところまでしか多分ね進んでなかったと思うんで、ここ初めてだと思うわ。シャルだ。博士、これはネットワークセキュリティプログラムです。ウイルスに感染しています。ウイルスに感染。最後にネットに接続したのはいつじゃ。私は大丈夫です。え、これ戦ってんの？ああ、感染しちゃったじゃん。チャルがいっぱいおったわ。ウイルスチャルをすべて倒せ。はい、わかりました。まあ とりあえず行ってみようか。うわー、なんだこれ。バーチャルスペース、とにかくすべて倒せばいいから、まあ普通に戦っていくだけでいいかな。はい、順番に倒していく。動きながらね。被弾すると結構大変だと思うので、はいはいはい、連続していいよ。痛い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 。オッケー。チャルも遠距離攻撃使ってるか。なんかまとめていけそうな感じあるけどね。オッケーオッケー、よしよしよし、倒したかな。オッケー。あ、で道が開けるのね。はい、こっちに進めと。うわー、いやでもね、これやったことねえわ。初見だ。見たことないもん。だからあれ、スペクター倒せなかったんだよ、やっぱり。ちょっとこの段々になってるのがややこしいな。まずは一体。いってー。ここさ、これも使っちゃおうか。ソニック。レボリューションはそんなに意味がなかった。やべえ、めっちゃ避けてくんな。いって、あ、落とされたよ。やべえ、 HP が少ねえ。もう一回ソニックレボリューション。ターゲットは33体もんのか。あ、倒したかな。オッケー。ん？いや、まだいたわ。オッケー、これで、オッケー、必殺技も、溜まって、うわぁ、マジか。ちょっと待って、ちょっと待って。これやばい、普通に負け、え、やべ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 、ミスった。ちょっと待って、1体倒した、1体。1体倒せば回復が、
出る気がするから。ソニックレボリューション倒せねえか。あ、やべ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 、あ、終わった。メタルが欲しい。オッケー、メタルゲットしたから。あー、しかも回復これだ。よし、で、あとこいつ倒せばいいだけだから。すましっこいな。オッケー、倒した。先に進める。で、これでもうターゲットが19になってるんで、多分ここでラストかな。なんかラストフェーズが来てもおかしくない気がするけど。お、待て、リモートボムじゃなかった今。よし、倒す。やっぱリモートボムだ。しかも何その爆弾。オッケー。そしてあと1体。オッケー、倒した。で、回復もゲットして、回復一つ置いとこうか。置いとけるか分からんけど。よし、こいつらだった。うわ、そういうこと。うわ、なるほどね。待て、あ、時間で撃ってくんのか。なるほど、はい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 。いや、もうだとしたらよ、オッケーオッケー、これ撃って回復して、よし、いて、あと1体かな。オッケー、もう回復しとくか。これがラストかな。うん、ラストっぽいね。わ、なんか変な攻撃してきてる。オッケー、一体落とす。いていていて、お前その攻撃痛いぞ。痛えな。ここでサンダークロックで一体倒す。うわー、倒せねえか。やべ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 、これやべえ。オッケー、いやー、待て、回復がある、回復がある。オッケー、倒す。オッケーかな、これで倒したでしょ。よーし、とりあえずクリアできたね。さあ、ミッション17クリア。はい、ポイントゲット、マグネチップ、キセノチップゲットしました。あれ、なんか連続できた。すべてのセキュリティパネルを起動せよ。はい、ん、これイベント、何これ、セキュリティパネルを起動せよ。どういうこと。あ、これでいいの。ああ、え、こんな簡単でいいの。何この新しい感じ。あー、そういうことか。こうだな。オッケー、これでいいの。え、こんだけこんだけ舐めとんのかって感じだけど。一回ミス、はい、一回ミスりましたが、あんなに5分もかからんしょ。オッケー、おっと、また来た。すべてのセキュリティパネル起動せよ。え、連続？これでだ、じゃあ脱出できるってことか。
ああ、今度は難しくなってるよってこと？はいはいはい。ああ、そこ落ちちゃうのか。こうかな？あ、いや、そこ、ああ、なるほど。ピンクは乗っちゃダメっぽいね。となると、あ、間違えた。スティックでしか操作、あ、これでいいのかな？ん？あ、いや、そう、違うのか。あ、これでいいわ。あ、いけたわ。よかった。うわ、なんじゃい、これ。あ。ちょっと今、すごい適当にやってるけど。あー。あー、そういうことか。まあでもさ、まず外やる。あー、これ落ちるもんね。ちょっと待て、いろんなパターンをまあ試してみよう。間違えた。今いけたな。いけた。うわー、なんか時間かかったけどいけたわー。よかったー。ちょっと待って、行ったかと思ったらもう一個あったわ。神業でいけるかこれ。あ、やばい。いけるか。いや、いけなかった。しまった、ミスった。いや、もう一回行こう。うわ、いったいったいった。え、これでクリア。あ、よかった、クリアできた。ちょっとだけコツをつかめば、クリアできるかなっていう感じかな。つかむまで時間がかかりましたが、クリア。エルビチップ、エルビチップゲット。グリッドコアを倒せ。バーチャルスペース04ミッション20行きましょうか。はい、そのまま行きますよ。これは何何何、これ行って、え、なんかさ、
なんかオープニングの BGM 鳴ってるけどさ、まさかこれラスボスじゃないよね。これラスボスもしかして、もしかしてだけど、とりあえずこれマシンガン撃ちまくるよ。あ、でこれはジャンプ。え、それ当たるの？これ殴るかも。メカ棒で殴るわ。いてー。どんなもんだろうな。ちょっとこれ一発一発でいってみるか。あー、 HP 多いな。どのタイミングでこれ。あ、お、なんか出てきた。こんなチビチビダメージでいいのかわからんけど、マシンガンの方行ってみるか。これで大丈夫なのか、よくわからん。うお、なんじゃこのよくわからん感じの敵だけど、あ、やばい、なくなったけど、これさ、サンダークロック結構入んじゃない？あー、まあまあか。あ、やべやべやべ、ダメージ食らいすぎ。これは、あ、また、携帯が戻ったね。いてぇ。ちょっと攻撃の回避方法がわからねえ。これ。大丈夫か？まだ半分いってないけど。まあこれ普通に殴った方が良さそうやね。いやー、なんかめっちゃ食らうんだよな。回復ないかな。コンバージョン、これはジャンプで避けれるのかな。いて。半分ぐらいか。どこで、どこで攻撃が来てるのか分からんけど、あ、これ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 、サンダークロック、あー、結構入ってる、結構入ってる。あー、でも食らっちゃう。いや、待って待って、何何何、なんかなんかだいぶゆっくりになってたけど、今サンダークロックが入ってる。これ倒してえな、これ。早めに、早めに殴れ、早めに殴れ。食らっちゃう、終わったー惜しかったんだけど。あ、やべ、いや、これはいける。ここでサンダークロック来た。これ勝ったんじゃない？あー、惜しい。もうちょっとだけど、これ倒したんじゃない？オッケー、倒したー。まさかこれで終わりとかかな。どうなんだろう。ミッションクリア。多分これで脱出できただけなのかな。おそらくそうだよね。規制のチップ2枚ゲット。さあこれでどうなるか。脱出成功かな。お、あー、脱出したってなってんな。脱出したのか、おのれ。この役立たずめ。あー、こいつやられちゃうのか。役立たずは、あらららら。どういう銃今の。いかん、この戦艦から脱出するんじゃ。博士めちゃめちゃ冷静なんだよな。せっかくの計画が台無しだ。この船は爆破する。船を爆破。なになに。おおおお、何をする。
ここで仲間割れが発生か。まあでもなんかやばそうな感じだね。ほら船が爆発するんじゃないの。ほらほらほら、うわー、であの液体がなんかして敵が大量に出てくるとかさ、そういう系か。おお、ここでまたニュース来た。This is News Special Broadcasting, NSB News. Good evening. こんばんは。This is NSB Emergency News. NSB 緊急ニュースです。Breaking news. 今入ったばかりのニュースです。緊急ニュース。私たちはこのようなものを手に入れることができました。猿に従い、猿とアンダーザモンキー、ウィズザモンキー。世界中にまかれています。対する地球防衛戦線は次のようなコメントを全人類に対し発表しました。皆さん、どうか猿たちに騙されないでください。猿たちは地球を破壊し、人類を奴隷にし、征服しようと計画しています。このやっぱ実写の映像は面白いね。毎回民間人による自衛団が対サル地球防衛戦線とは別に各地で結成されています。そのうちの一つの取材をご覧ください。これらの村人たちはサルゲチューって言ってたよ。自作のゲットアームを使ってトレーニングしています。どんな。サルが来たって大丈夫。目にもの見せてあげるわ。心配いらない。毎日練習していますもの。一方、こちらの男性たちはサル用の罠を作成しています。サル用の罠結構大掛かりになんか世界各地に行ってんのか分からんけど、もしかしたら日本でやってるかもね。うまくいくといいですね。次のニュースです。日本にある巨大な戦艦の一つが海に墜落した模様です。詳細は未だ分かっておりません。現場から野中さんです。お、現場おんの。戦艦はこの先の海に墜落したようです。目撃した方がいらっしゃいます。どんな様子だったんでしょうか。攻撃されたっていうよりもですね、なんだか自爆して落っこっちゃったっていう感じでしたね。そう見えましたよご覧いただいている戦艦の一連の画質悪いな。ここの映像だけ戦艦が爆発し海上へ墜落していきながら緑色の霧のような煙を噴出しているのが緑色の煙。戦艦の墜落直後から今までの猿とは全く違った新しい生物が街を破壊しています。これらの生物は地球上では今まで見られなかったものです。ああ、だからその紫色の液体なんじゃないの。あれ危険ですので外出せず十分警戒してください。以上最新のニュースでした。はい、ニュースが終わりました。毎回おもろいな、あの実写映像。はい、新たな危機編になった、スタジアムをもう一回やっていくと、いった感じで、また次回ここからやっていきましょう。今回以上です。お疲れ様でした。さよなら。